皆さん、こんにちは。リウマチ医の平野です。今回は2008年の第20回中部リウマチ学会で発表した内容を紹介いたします。今回の内容は関節リウマチの臨床評価項目の相関と CRP が低いかつ MMP3 が高い患者の分析という内容であります。 えー、関節リウマチの血液検査のときに、まあ、CRP という炎症反応を見るわけですが MMP3 という滑、えー、膜から産生される軟骨を破壊する酵素これもよく同時に計測しますその際に、えー、CRP が低いのにもかかわらず MMP3 が高い患者がいる なということを疑問に思いまして、えー、データを解析したものであります目的ですけども関節リウマチ RA の治療は MTX とバイオ製剤の導入により目覚ましく進歩して、えー、かつては困難であった寛解が治療目標となりましたしかしその治療効果を最大限発揮するには臨床においてきめの細かい正確な 疾患コントロールが必要であります汎用される疾患活動性の指標である DAS28、CRP、脊鎮、MMP3 の相関について特に精査に着目して調査しました。さらに CRP と MMP3 は共に RA の疾患活動性を反映しますが特にその値が食い違い疾患活動性の判断に苦慮する 症例を経験します、まあ、そうした症例の臨床的特徴を調査いたしました症例と方法ですけども名古屋大学医学部附属病院及び関連病院通院中の RA212 例であります女性155例男性57例です DAS28、えー、には変数がありまして疼、えー、痛関節痛圧痛関節 えー、そして、視聴関節 SJC、えー、患者さんのお評価のバスそして CRP、脊、え、鎮、ー、MMP3 を同時に測定した平成20年4月から6月に評価したデータセットを用いました、えー、研究位としまして DAS28CRP、DAS28ESRTJC、えー、SJC バス CRP ESR-MMP3 の相関を調査して、男女別に評価いたしました。研究2としましては、女性例のみとしまして、低 CRP、この時は0 8 m g ットル未満としましたが、を抽出して、MMP3 の値1 5 0 n m トルで2群に分けまして、 臨床的特徴の違いを解析しました。症例の背景ですけれども、女性155例、男性57例であります。男女の比較ですが、平均が62.5と63.3。利病期間は11.2年と9.5年。平均ですが、陽性率は、RF 陽性率は61.2%、67.4%。67. ステロイドの投与率、投与数ですが、65例41.9%と24例42.1%、平均の投与量は4.1と 5.1mg、MTX の投与症例ですが、女性が57.4%、男性が64.9%、当時はまだ週8ミリまでしか認可されておりませんでしたので、 女性の平均が7.0、男性が6.5。生物学的製剤の投与症例率は、あ女性が20.6%、男性が15.8%。当時はインフリキシマブとエタネルセプトしかありませんでしたので、まあ、それぞれこのような割合で投与されておりまして、えー、軍艦に違いはありませんでした。 平均値の比較ですが、女性と男性、ダしシ28、ESR、CRP ともに3.3以上でありますが、違いはありません。テンダージョイント、スウォールンジョイント、バスについても、このような数値でありまして、差がありません。CRP 値は女性が0.91、男性が1.14、脊鎮は0 9 女性が,が MMP3 が女性が162男性が197.2で有意差はございません DASH28ESR と DASH28CRP の相関ですが、まあ、この2つのパラメーターには非常に強い相関がありまして有意に相関しているということであります まあ、ほとんどのパラメータ、CRP と石鎮以外は一緒ですので、えーまあ、非常にあの相関しているということであります。主治、えー、の組み合わせの相関係数をお求めてみました。えーまあ、CRP とお石鎮ですが0.533、0.539、男女ともに。 えーまあ、相関係数がこのような相関係数、まあ、黄色は優位に相関していたということでありますが MMP3 と DASNINJA TSRMMP3 と DASNINJA CRP もおー相関係数は0.4240.487ですが、まあ、このように優位に相関していたということであります、えー、バスと相関していたのは女性では テンダージョイント男性ではあ主張関節 CRP セキチンというのは相関しておりました。一方お、赤字のところは相関しなかったというところでありまして、えー、例えば MMP3 と d ニ s h ー CRP の男性、MMP3 とテンダージョイントの男性とか、テンダージョイントとスウォロンジョイントというのが男性では相関しないと。 というようよなことでありました MMP3 が低い患者と MMP3 が高い150以上の患者女性のみでしかし CRP は0.8未満の以下の患者を抜き出しまして、まあ、低 MMP3 群と高 MMP3 群それぞれ88例と21例に分けまして 違いがあるかを検討したものですが、まあ、こちらの低い MMP3 群は平均が72.0高い MMP3 では平均が236.4という違いがございます年齢や RA の利病期間や CRP 値や脊沈には差はありませんこういった臨床パラメーターで見ますと主張関節におきまして低い MMP3 群では 0.7と非常に少ないわけですが、高い MMP3 は2.1となりまして優位差がございます。バスについても若干の差がありまして優位差がありました。DAS28ESRCRP につきましても若干の差がありまして、高 MMP3 群の方がちょっと悪いというようなデータとなります。ステロイドの投与率については33%と52.4%ということで、 MMP3 群がちょっと多いんですが、優位差がなくて、ただ投与量におきまして、MMP3 群は1.0、5MP3 は2.7と、5MP3 群がちょっと優意に高いと、MMTX については差がありませんでした。相関の男女差についてでありますが、ダス 28ESR とダス 28LP の相関は、 女性ででは筋肉曲線の切片がが、正でありますが男性では負になっておりました。男性においては d ニージ j t s r に対する ESR の寄与率は d ニージ j t s r が3.2以上と以下で異なっており3.2以下では寄与率が低下するという報告がありまして女性では若干 ESR が高く出ますのでそういったところで男女差があるのかもしれません。 まあ、その他の男女差としましては、CRP とセクチンの相関係数というのは男女差はありませんでした。えー、バスでは女性ではテンダージョイントの相関があ高かったですが、男性では SJC や CRP の相関が高かったと。MMP3 とおー他の変数との相関では女性では有意な相関を認めましたが、男性では有意でない組み合わせが見られた。 若干男性の方が症例数が少ないのでその影響もあるかと思います。まあ、精査によって生ずる生物学的違いや精神的傾向の違いが RA の臨床的評価項目に影響する可能性があると考えまして治療効果の評価などにおいて男女別に論ずる必要性もあるのかもしれません。CRP と MMP3 ですが本研究結果の解釈としましては 高 MMP3 群は RA の活動性が高くてプレドニゾロンにより CRP が低下しているのではないか高 MMP3 群ではプレドニゾロンにより MMP3 が上昇しているのではないかそのようなことがあ考えられます RA の症例でプレドニゾロン 7.5mg per d を併用して抗リウマチ薬投与を開始した群では血清の MMP3 は低下せず プレドニゾロンの投与を中すると低下したという報告や RA を含むリウマシ性疾患においてステロイド投与群の方が非投与群よりも優に血清 MMP3 が高いループス人間患者9例においてはステロイド投与前よりも投与後の方が血清 MMP3 が優に増加したという報告がありますもう一つ検査法の問題がありまして現在の MP 測定法ではプロ MMP3 アクティブ MMP3、ティンプと結合した MMP3 を全て測定してしまうと、そのようなあ、まあ、問題があると考えられます。ただ、まあ、臨床兆候にそぐわない MMP3 の高知例では、ブレードインゾローンを投与している場合はその影響を考える必要があると思います。その他、腎、まあ、機能低下などでも MMP3 値が上昇するということはよく知られております。まとめですけども、 DAS28ESR と DAS28CRP では男女ともよく相関するが男女差のちょっとした違いも考慮されます臨床検査値ダスパルメーターの相関には男女差の存在を示唆されます低い CRP 値の女性 RA において高 MMP3 群では疾患活動性がやや高いと同時にプレドステロイドの投与量が多いという特徴がありました ご視聴ありがとうございました。本研究結果は中部流学学会誌に論文報告しております。ご視聴ありがとうございました。